若い力とベテランの経験が見事に融合、ホークスこぼれ話、ではご覧ください。まずはここ最近一番を任されている三森選手、昨日はレフト前にクリーンヒットと当たり損ねではあったんですが、俊足を生かして見事な内野安打と2安打のマルチヒット、さらに塁に出ればすかさず盗塁を決めるなどトップバッターとして躍動。この場面ね、ボールがそれて顔にこう当たって、これ痛そうだったんですけども、大きな怪我には至らず一安心でした。またそんな三森選手の後を打つのが2番の柳町選手、昨日は第1打席にこのバッティング、左中間をきれいに破る当たりで見事なツーベースヒット、さらにきっちり送りバントを決めるなど、若い 1,2 番コンビがしっかりと機能し勝利に貢献しました。いいコンビですね。そんな20代2人の活躍に30代も奮起。柳田選手は打った瞬間にそれと確信する、プロ通算199本目のホームラン、200号のメモリアルはもう目の前、運命の瞬間を見逃さないようにしておきましょう。今日かもしれないですね。ねえ、そんな柳田選手が昨日自分のことのように喜んでいたのが中村晃選手の決勝タイムリー。とにかくファールで粘って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 打てるボールだけをひたすらに待ちます。そして迎えた10球目、この値千金の決勝タイムリー。そりゃギータのねテンションが上がっちゃうの無理はないですよ。ダラレちゃんみたいね。どんな球も狙い撃つレフティースナイパーアキラ、狙われてしまえばそこに逃げ場はありません。おお怖い。あら、打たれ。そして最後は見事今シーズン初勝利を挙げた東浜投手、ランナーを出しながらも粘りのピッチングで勝ち越し点だけは絶対に与えないという気迫が伝わってきました。またそんな気迫に応えるかのように野手陣も素晴らしい守備で手助け、東浜投手に勝ち星をつけるんだというチームとしての一体感が見えました。全員で勝ち取った今シーズン初勝利、東浜投手本当におめでとうございます。